外装修理前の駅舎2006年5月、撮影長泥駅は、埼玉県秩父郡長泥町大技長泥にある、秩父鉄道秩父本線の駅である。関東の駅百選線の第一回選定駅。駅前に観光案内所、長泥町観光情報館があり、長泥観光の拠点となっている。宝登山、宝登山神社方面に駅前通りが続いている。また、 秩父線を挟んで、駅改札口の反対側は、長泥渓谷へ、商店街が続いている。なお、長泥町はかつて、野上町を名乗っており、町役場などは、隣の野上駅が最寄りである。短式ホーム、島式ホーム2面3線を有する地上駅、直営駅である。駅係員勤務時間は、初電終電となっている。外国人観光客の利用増加に対応して、 多言語対応の自動券売機と通訳用、タブレット端末が導入されている。西武鉄道からの直通列車は、お花畑駅から東駅まで乗り入れている。1989年の直通開始時は廃線、等の都合により、隣の野上駅まで運転していたが、その後より駅まで延長、2007年3月6日から東駅止まりとなった。トイレは改札外にあり、推薦式。 1911年の開業当時は、東駅より、金崎駅までが営業路線として運営されていたが、後に、長泥駅、金崎駅間は廃止となっている。ありがとうございます。